今回ですねドリアカセイからご質問いただいたので回答していいいきたいと思います、はいえー、メルマガ読者さんで高校生がおり親が反対するのでどうやってればいいのかわからないという相談が来ました。 僕はまず無料で発信できることはやっていきそこから欲しい教材などが出てきたらアルバイトなどをしてお金を貯めて購入するなりして自分のできることから始めていくのがいいかなと思いますそしてネットビジネスでも結果が出るようになったら親も黙ると思うし高校生はもう義務教育が終わっており子供ではないのでしっかりと自分の意思を持って取り組むべきだという教育もした方がいいと思いました吉谷さんの見解を聞きたいですということでこれはですねこれ難しいですね非常にまあぶっちゃけその うん親の管理下にあってじゃあ、うん、確かにもう義務教育を終わってますだけどじゃあ高校生の高校の授業料だったりとか高校の、うん、制服誰買ったの親でしょうね多分 <laughs> とかじゃあ、うん、家賃どうしてんのとか話なわけですよだから親僕はね昔親だから本当に親からねもう非常にもう出たかったんですねもう親から離れたくて。 まあ早く自立したかったですね、僕の場合は。だからこれは結局親にすがってる部分があるんで、親のことを聞く義務も実はあると思います、うん。だからこれは非常に難しいです。だから僕がアドバイスするんだったら、それを言います。まず前提として、まあ確かに親の、うん、自分はこうやりたい。うん、でも親は反対する。うん、OK。うん、それは仕方ないと。で、親のことも聞かないといけないと。なぜならば、 うん、高校行かせてもらってるのも親のおかげ。飯食わせてもらってるのも今親のおかげ。だからその管理下にいるんだったら、親のことを聞く。う例えば会社に行くじゃないですか。じゃ会社のルールがあるじゃないですか、うん。会社の社長の指示とかね、上司の指示とか聞かないといけないですよね。いや、俺はこう思うねって言っても通らないですよね。会社のルールがあるわけですから。だからそこの家族のルールみたいなのがあるわけですよ。だから本当に自立したいんだったら、もう親元出ることですね。 だから早くまあ高校を卒業するまではあのまあ親の子だからまあ学習するぐらいだったらいいと思うんですよインプットする学習するアウトプットするとその親にバレるとね後々なんかいろいろあるかもしれないのでとりあえず今は学習して知識を入れとくとで俺はもう早くねあの高校卒業したらもうすぐ親元離れるんだみたいなまあそれはまた親からねいや大学行きなさいとかねいろいろあるかもしれないですけどもうんまあそこはまあ 親と相談ししていいただくしかないですよ、ね、まあ結論じゃあ30になっても40になっても親と相談するのかって話じゃないですかどっかで親,と親離れはするのでその親離れのタイミングっていうのはやっぱその過程によっても変わるだろうし、うん、僕のところは結構もうほとんど自由だったんであのもう僕は中学校卒業してからあの寮入ってもう親元が離れたんですけど。 うん、だからそれはまああのー、そのなんだろうな家によって変わると思うんでただまあ早く自立するってことですね俺絶対自立するぞっていうところを胸に頑張ってほしいなと思いますね、うん、だからまあできることですよね例えば、うん、ブログ書いてバレることないと思うんでブログ書くとかブログいいんじゃないですかねうん めめちゃめだから、ネットビジネスで稼ぐって、もうライティングか動画かしかないんで、文章か動画ぐらいなんですよ。まあ、あとインスタもありますけど、だから、ネットが構成されてるものっていうのは、動画、文章、写真、音声、この4つしかないので、この4つを何か極めるしかないんですよ、ネットで稼ぐっていうのは。 もう一言いますね。ネットで構成されてるものが動画、音声、写真、文章しかないんですよ。で、売り上げを作る上でめっちゃ重要な部分っていうのはトークか文章です。トークか文章。だから文章を書くっていうことはいいんじゃないですかね。うん。だからブログ。だから匿名でやってれば絶対わかんなくないですか。うん、ブログいいんじゃないですかね。 うん、だから今のうちにだから例えば高校今何年生か分かんないですけど例えばじゃあ高校1年生だとするじゃないですかじゃあネットでその学んだことをねブロワードプレスしっかりとドメインも取得してまあドメインぐらいはねドメインとサーバー代はちょっとバイトで何とか頑張ってお小遣い貯めてなんか頑張って契約してでワードプレスをもうそっから作っとけば じゃあこう2こう3こう4あこう4ねだなあのまあかなり運営できますよねしたひたもうブロパワーブロ,ブログ作れるんじゃないかなと思いますねうんだ今の時期からドメイン取ってまあ未成年ドメインって取れるのかなあれちょっと分かんないですけどまあそ,それがもし難しかったら無料ブログとかでもいいのでハテナブログとかうん何でもいいんでうんブログでやるっていう 無料ブログでいいんじゃないですか、ね、それがそのドメインとかサーバーが金銭的な無理とか未成年無理だっていうことであるならば無料ブログだったら多分いけると思うんでブログでアウトプットすればいいんじゃないですかねまあバレないですよねそこはうんだからその例えばその学、えー、さんとか池早さんとかも一応そのブログじゃないですか今 YouTube ガンガンやってますけどやっぱブログはやっぱインターネットにおいて あのこれから動画の時代って言われますけどブログサイトがなくなるってことは僕は考えられないのでしっかりとパワーブログを今から作っとけばいいんじゃないですかねうんはいまあそんな感じですねだこれはまあ非常に難しいところがあるってことです結局好きなようにできない理由がありますよねうん飯食わせてもらってるし住まわしてもらってるし高校の授業料払ってもらってるし親にねそれをね全部自分で 稼いで全部自分で稼いで電気代とか水道代とか制服代とか授業料とかも全部俺が自分で稼いで払ってるんだったら結構権限はあると思うんですよしかもさらに家賃もなんかその親に仕送りも送ってるぜみたいな <laughs> スーパー高校生ですよね、まあ、それだったら別に好きなようにやらせろよっていう、まあ、結構権限あると思うんですけどさすがにそれ無理じゃないですか,なか少なくても親のう力を借りてるわけですから今現状としてはやっぱりその親のことを 聞き入れないといけないいいとけ部うんで、うん、そうだからそのここで書いてある義務教育が終わってり子どで,ではないのでしっかりと自分の意思を持って取り組むべきっていうことがあるんですけど義務教育は終わってるけれども親の管理下にいて親のすねをかじらせていただいてるよっていうところはあるので、うん、非常に難しい部分もあるかなっていうところですね、うん、でもできることはあるよってことですね まとまりはないですけど非常に難しいですねこれはねうんだからできることをやればいいと思いますできることを自分に今何ができるのかなっていう,そうやりたいことはやりたいじゃないですかでもやりたいことを多分親に言ったとしても反対されてるわけですからそれを説得するのは難しいんですよだから、うん、やれる範囲で、まあ、その見つからない程度でやるっていうことですねうんまあそれしかないかなと思いますけどね うん、それが嫌だったらもう親離れを早くするためになんかやるしかないですよね。うん、はいということでいただいた質問に対して僕の見解を述べさせていただきました。ありがとうございます。